アドバンスケアプランニングとは、もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みのことを言います。誰でもいつでも命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。命の危険が迫った状態になると、約70%の方が、医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。自分が希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むかを、自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが大切です。では、どうして人生会議が必要なのでしょうか。以前から AD と言われる事前指示書というものがありました。自分で医療やケアについて決められない状況になったとき、どのようにしたいか事前に書類に示したものですが、これがあっても家族の意見が優先されたり、複雑な状況に対応するには本人の気持ちや考えが十分にわからないということがありました。そこで書類があっても役立たないのではないかと考えられ、事前指示書の作成よりもアドバンスケアプランニングをすることが重要ではないかと考えられるようになりました。ACP では患者さん、家族などの代理決定者や医療者が患者さんの意向や大切なことをあらかじめ話し合うプロセスが重要です。人生会議の効果として、患者さんを深く理解することで、もしもの時に自分自身の希望が反映されやすい、自分が過ごしたいと思った場所で過ごすことができる、代理決定者、医師間のコミュニケーションが改善する、より患者さんの意向が尊重されたケアが実践され、患者さんとご家族の満足度が向上し、ご遺族の不安や抑うつが減少すると言われています。では、人生会議はいつから始めると良いのでしょうか。がんの進行によって全身の機能がどのように変化するかというと、身体症状は比較的良い状態が続き、亡くなる1から2ヶ月で急速に悪化すると言われています。まだまだ元気だからといって話し合いを先送りにすると、十分な話し合いができなくなる可能性もあります。一般的にがんの患者さんは、予後が1年程度かなと予測される場合には、積極的に人生会議を始めましょうと言われています。また、がんの治療中に起こる緊急事態は何度もあります。治療中の副作用症状や、がんが進行してくると様々な腫瘍臓器、例えば腎臓や肝臓の機能の低下、食道や大腸などの消化管の閉塞、空気の通り道の気道の閉鎖など、いつでも命に関わるような事態になる可能性はゼロではありません。まだまだ予後が長いと考えていても、人生会議を始めることは、自分自身をよく知ること、家族や医療者が患者さんのことをよく知ることができる、とても意味のあることです。もちろん、知りたくない、考えたくない気持ちがある場合には、人生会議を無理に進める必要はありません。このような取り組みは、あなたが必要だと考えたときに進めるものです。人生会議をやってみたい、自分にも必要かもしれないと思われた方もいると思います。そこで、人生会議の進め方の例についてご紹介します。これは厚生労働省のホームページに例が出されているもので、どなたでも活用することができます。まず、あなたが大切にしていることは何ですか？
具体的には、もし生きることができる時間が限られているとしたら、あなたにとって大切なことは何でしょうか。また、生き続けることは大変かもしれないと感じるのはどのような状況でしょう。いろいろな場面を想像しながら考えていきましょう。次に、あなたが信頼している人は誰ですか？あなたが信頼していて、いざという時に、あなたの代わりとして受ける医療やケアについて話し合ってほしい人は誰ですか？もしもあなたの病状などにより、自分が考えや気持ちを伝えられなくなった場合に、あなたの代わりに話し合ってくれる人は誰でしょうか？代理意思決定者についても決めておきましょう。この時、信頼できる人とは、必ずしも血縁関係にない方でも構いません。そして、話し合ったことを主治医などの医療・ケアチームと一緒に話し合いましょう。この時に大切なのは、今の病状やこれから予測できる病状の変化を知ることです。病状が進んだ時、あなたがもし自分の考えが伝えられなくなった時に、あなたが望んでいたことと、あなたの信頼できる家族や友人の考えが違う時はどうしてほしいですか？どうしてそう思われるのか、理由もしっかりと話し合うことが大切です。それから、話し合ったことを医療ケアチームとも話し合い、その結果を大切な家族や友人にも伝えましょう。ただし、この話し合いで決めた考えは、その時その時の状況で変化することがあります。何度も繰り返し考え、話し合いのプロセスを重ねることが大切です。人生会議についてもっと知りたい、やってみたいけどどんなことを話せばいいのかわからない、先生に聞いてみたいけどどうすればいいのかな、など困ったことや聞きたいことがあれば、いつでもがん相談支援センターを活用してみてください。